万座温泉のホテル寿楽にやってきました。今日はここで宿泊です。結構車止まってますよね。日帰り入浴は12時半から1時半まで。おお、素晴らしいロビーじゃないですか。景色良さそう。でここね、あのフリードリンクでこういうのをビールを含めて自由に飲みそうです。無料ラウンジサービス、いろんなドリンクがあります。あ、コーンもある。絶景部門3位、1位ビュッフェ部門1位、展望風呂1位。素晴らしい。100周年だそうです。スキー乾燥室があるところがいかにもですね。このロビーフロアが4階だそうでして、我々は3階の部屋だというので階段で行きます。はい、食事会場、大浴場も3階ですか。便利でいいじゃん。ダーツがあるわ。ゴルフがあるわ。マッサージも無料なんですね。素晴らしいじゃないですか。雲海の湯、標高1800メートル。うわ、楽しみ。めっさ楽しみだ。ここだね、雲海の湯。はい、今日は307号室です。あ、本当だ。はい、ベッドですね。ツインベッドです。で、和室があって、和室も8畳まで広いですね。窓からの景色素晴らしいじゃないですか。ドッドーン、空吹き、どっとーから大きい。あれ、あ、ごめん、よかったら見とくんかった。はい、で、扇風機ですね。冷房は必要ないということですね。まあ、これは布団ですね。で、クローゼットに はい、ここによかったありますよ、大小で。USB 電源アダプターがあるわ。はい、で湯沸かしで、テレビですね。で、冷蔵庫はちっちゃいやつがついてます。で、ベッドの枕元に電源はなさそうですね。布団も
も弾いてもらえるんだって。ああ、まあ必要ないですね。で、トイレは当然温水便座と。まあ過不足なしということですか、はい。この電源が遠いのがちょっとかなという感じですか。電源ここです。このここにありますので、ここから引いてくるやつですね。さて、これでおいくらだったんでしょうか。2人で2食付きというか、もうすべてラウンジのお酒代もおつまみ代も、あと夕食時の お酒代もすべて含めて23,900円なんですけども、それは夕食が19時半からっていうのでだいぶ安くなってます。わかりました。でその正規の値段よりも現金ってことで、夢宿っていうところを取って、はい、さらになんか3000円かそこら4000円安くなってこの23,900円になったと、はい、さすがオーバー。いや飲み放題で、夕食の時も飲み放題なんて夢のようですね。おじいのためのホテルですね。はい、おじいのためのホテルのようです。お風呂出てきました。いや露天風呂が2つありましてですね、どちらも硫黄泉で白濁したとっても匂いのきつい素晴らしいお湯でした。関東一とかいうのがよく分かりますね。で今4階のロビーに来ております。無料のビールいただいております。最高だぜ。でここフリー Wi-Fi がありまして、爆速です。素晴らしい。ここに根が生えそうです。飲み放題、風呂入り放題、素晴らしい。7時30分になりました。では夕食会場に向かっております。で今回は7時30分からということで特別の割引のプランでやってきました。はい、ここでいやすごくいろいろたくさんありますよ。カモとかもあるわ。カエル。あ、鍋がある。あ、鍋いいね。鍋でしょう、ね。カギブッカの豚汁。ビーフシチューと思いますね。あ、デザートもすごくたくさんありますよ。これプリンとかこんな感じで撮ってきました。しゃぶしゃぶ、鴨、豚足で、お寿司で、エビで、ビールです。じゃあいただきます。バーは洋風で取ってきますね。これは何ですかね。ムール貝ですか。タコスですよね。で、これはビーフローストビーフですか。はい、洋風で固めたようです。和風のおじいと皇太子です。第2弾を取ってきてみました。この聚楽食堂の素行の食堂で出していた酢豚だそうです。それとローストビーフとコーン、アヒージョで、ウイスキーの水割りにしてみました。今7時8分です。朝食会場に向かっております。朝食会場は夕食と同じレストランです。朝食もバイキングのようです。おはようございます。またあそこでいいんじゃない、ね、
非常に盛りだくさんで迷いました。湯豆腐、きんぴら、ハム、スクランブルエッグ、筑前煮、こんにゃく、味噌汁で、グレープフルーツジュースに海苔、サラダ、納豆です。ではいただきます。バー古代米です。で、温泉卵になってるぐらいですか。あとは大体同じような感じになってるんです。第2弾はこんな感じで取ってきました。コーヒー、ヨーグルト、ケーキ、フルーツ。おばあはシリアル取ってきてます。なぜかミルクは2つもあります。すみません許可を得て大浴場撮影しております。こういうふうに棚式の脱衣カゴと、まあ、一般的な脱衣カゴがあって、でシャンプーリンスのバーがあって、まあ、よくあるタイプですね。はい、これが大浴場です。洗い場、まあ、10人ぐらいいっぺんに洗える大きい洗い場で、この色素晴らしいですね。はい、では露天風呂にやってきました。目の前が噴煙が上がっております。で右側がちょっとぬるめのお湯でしたね。で左が熱めのお湯ということでした。映ってないです。万が一映ってたらモザイクかけます。大丈夫ですか。はい、じゃあ大人にもちょっと見せてください。それでは女風呂の方に行ってきます。ありがとう。はい、では女風呂の方にやってきました。でこれ男女入れ替えで、朝はこっち側を私も使いました。でこっちはね、あの棚式のカゴがなくて全部この脱衣カゴタイプでした。ちょっと小さいんですよね。はい、洗い場は、まあ、10人ぐらいいっぺんに洗えるタイプで、内風呂は同じぐらいの大きさです。ただこの露天風呂がね、ちょっと1つしかないので少ないですよね。はい、これね、ぬるめのお湯でした。男性用のぬるめのお湯と同じぐらいの温度でゆっくり入るタイプでした。でこちらからもあの加工が見えております。はい、こんな感じでした。9時43分になりました。チェックアウトタイムになりましたので、ロビーまでやってきました。最後にホットコーヒーいただいて帰ろうと思います。撮影に来たのでおばあと別れて、ちょっと時間調整が必要なんですよね。こういうサービスあるの嬉しいです。